はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでタイガーエイトさんですね。はい、PSG 合計4箱です。じゃあね、一つずつ開けていきます。で、今日発送します。まあ、封入形式はね、はい。昨日、店長も PB して、大体、はい、わかりました。まあ、単純なんですけど、ペカルといいですよね、っていう。それがまたいいんですよね。はい、じゃあ、ね、見ていきます。お、いきなりパラレルか、サインか、どうでしょう。あ、でも、サブセットのやつか。はい、エキティケさんですね。エキティケなのかな、はい、エかイかどっちなんだろう。グリーン250ですね。これいいっすよね。うん。ね、フランス象徴してますからね、デザインが。はい、ラモスさん。この一番後ろはちょっと溜めますちょっと溜めて。アメシさん、アイシですね。はい、ネイマール。一番後ろがベースカード、もしくはまあベースカードか。光ってればもうね、次光ったらもうほぼサインでしょうから。一番後ろがミバペスさん、ベースカードだったらちょっと溜めます。はい、来てください。交換をつけます。でれ。ね、これはもうサブセットは多分サインないのかな。あるのかちょっとわかりませんけど。あ、光った。光りました。はい。ほぼサインでしょ。シリアル2枚だったらちょっとね、はい。あ、ベースカード？いや、サブセット？あ、サイン付き、あるんだ。誰だ？はい。ビティンハ？いや、違うんだよね。こういう読み方に絶対ね。あ、99シリ普通にあるんですね。インサート。あ、ベースか。ベースカードだ。はいはいはい。よいしょ。色がなかなか見ない。彼昨日見てないよな。はい。とりあえず1箱目サインが出ました。まあサインが多分5、6？ 箱1ぐらい。ですから、まあ、とりあえずサインが出てよかったです。インサートが色ついてる。ベースノートですね。それのまあピンクでしょうか。はい、二つ目です。はい、もう光りましたね。あ、かっこいい。インサートのシリアル。メッシ！あ、これいいね。かっこいい。うん。いいっすね。かっこいいっす。これね、ほんのりこう光ってんのがね、いいっていう。まあギラギラしてるのはね、まあ、うん、ギラギラしてますね。ですけど。エンバッペさん、うん、シリアル規定。これもはい、メッシさんですね。アイシ、はい、エメリーさんですね。ルーキーです。で、ラスト。また光っちゃう。どうだろう。
ベースだ。ベースか、あの、ベースだ。はい、ダニーロさん。はい、200個目はシリアルのみでしたが、マイシーとメッシさんでした。いいですね。3箱目ベースだね。はい、ダニーロさん、ちょっと気合い入れてます。はい、めくるときちょっと気合い入れてます。はい、ベラッティ、うん、シリアル。はい、セルジオリコさん、250。さあ、ジャグラータイムです。あ、アイシですね。はい、ダニーロさん。よし、ちょっと気合い入れてレバー叩いてください。ベースかな。マルキーニョス、メッシさん、ヒカレ、うん、あ、サブセットでした。はい、そんなに甘くないですね。そんなに甘くないですね。だね、まあ201でもね、結構販売する身となるとね、販売しにくいですね。箱1、サインとかじゃないと。2箱1でも結構ね、やっぱり。うん、光ってますね。サブセットのグリーンだ。よし、はい、メッシさんのシリアル2枚目ですね。いいっすね。250分の10個、関係ないですね。まあでもメッシさん2つきましたね。うん、でこのパックかアイシーが早めに来ちゃうとあと結構楽しめる。あ、来た。あ、エンバペスさん、はい、ペカってください。これはレギュラーかな。あ、はい、ペカればもうほぼ確定ですね。マルキーニョス、ベースカードでも、あ、うん、お、ベースっぽいな。あ、来ない。はい。ちょっと店長、天井まで連れてくのみたいな。ねえ。あ、大丈夫でした。はい、ワンボックス目でね、サインが1枚出て、残りはシリアルでした。まあ、メッシ、ね、4枚シリアルのうち2つがね、メッシさんですからね。うん。全部グリーンでしたね、しかもね。はい、彼はミッドフィルダーなんだ、ルーキーじゃない。はい、ということで、うん、まあメッシさんが2つっていうのはそこが良かったですね。はい、じゃあこちらでね、今日発送します。またチャレンジしてください。ありがとうございました。